お疲れちゃんです。ラットです。そして。ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。というわけで今日もキヨラット。はい。キヨラットね。よろしくお願いします。何するんですか、企画教えてくんない、企画教えてくんない、言いましたよ。ね、なんか対戦って言ってるんですけど、はい、ちょっと怪しいんですよ。いや、全く僕は新しいカードが出たってことで、こういろんな ね、新しいデッキを準備してきたわけなんですよ。おー、なるほど。それを今回ね、キヨキヨさんと、まあ、BO3 しながら、ね、BO3、 はい。でも、弱いっておっしゃってましたよね、新カード。いや、僕そうなんですよ、新カードアンチなんですよ。出た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 なのに新デッキ作っちゃったんですか。やっぱりやるしかないですよね。まあさすがにね。まあでも新カード関係なく、ちょっと僕のね、こういろんなデッキをちょっと準備してるんで。なるほど、オッケーです、オッケーです、オッケー。そしたら、じゃあ僕は別になんか使わなきゃいけないとかはない。あ、ないっすね。別にこの、あの、箱ちゃん使わなくてもいい。ロイヤルデリバリー箱ちゃんいらないっすね。箱ちゃんいらない。新カード箱ちゃんっすね。じゃあ僕行きますわ。じゃあ僕デッキ決まりました。これ絶対スパーキーなんで、これ。あれ違う、絶対違う。マジで。あ、じゃあ変えよ。僕の動画あるやつですよ、これ。変えよって言っても結局変わってないのが、キヨキヨさんです。え、ここで変えたら、変えたら、じゃあそれはもう一生言わないでくださいよ、それ。はい。いや、でも変わんないですよね。これがフェイクなんで。いやー、どうしようかな。あの、ちょっと悩むんですよ、ね。俺これでいきますよ、そしたら。決まりました。僕出していいですか、そしたら。お願いします、送ってください。うん。さあ、いきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なるほどですね。まあ、ここ一旦ね、よろしくさせていただいて。どうしようかな。あれ、スケっすか。珍しいっすね。スケっすよ。よろしく。さあ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 。なんすかそれ。ああ、ない。いやー、ちょっと僕は新しく。アーチャー。アチャコですか。アチャコ。アチャコっす。え、このデッキで、はい、多分キヨキヨさん見たことないですね。マジっすか。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でしょうね。でしょうね。だと思ってましたね、僕は。僕はそうだと思ってましたね。なるほどね。めっちゃブツブツ音するけど、なるほどね。それでも買ったくないいや、これあれっすよ。あれ、これ美味しくないですか。あ、いや、全然っすね。僕はここを早くスパーキー処理したかったんで。ちょっと確かにつらみ、よいしょ、若干つらみではあるが、ありますが、ちょっとマスケがこれいらんかったな、これ。うわ、めっちゃいらん、これ。出た、すぐ進化作る。取れてる、取れてるね。取れてますか。オッケーオッケー、ごめんなさい。なんかブツブツ音すげーするんで、めっちゃ怖い。これっすか。このいや、スピーカーっすね。ちょっとごめんなさいね、撮れてなかったらやばい。はい。いや、今日僕朝動画撮ってたんですけど、はい、動画撮れてなかったんですよ。え、ガチ内で途中でクイックタイムプレイヤー止まってて、ガチ内じゃん。ガチ内のやつ。ラバーなんすか、そのデッキ。いや、これすごいっすよ。ラバーチャハンターってなんすか。いや、これマジ革命級なんですよ。でもなんか今のところなんかめちゃめちゃ強いみたいな感覚はないですけどね。いやー、それが甘いっすね。甘い、甘いっすね。あー、蓋してくる。いや、ちょっとタイミング悪いっすね。いや、最悪、待って、いいんじゃないですか。あれ、いや、打ちます。おい、ちょっと待って。あれ、先行。じゃ、これあれっす、事故っす、マジ。一回。あれ、先行、これまさか。一回ね、一回ちょっと待ってください。さて、これ、え違います。ちょっと待ってくださいよって。ちょっとずれたんですよね。あ、ずれました、ずれまい申し上げました。え、僕これ一本上げてますから。なるほど、なるほど。絡みたいなとこありますね。だって、ここもう一本捨てたらもう勝ちみたいなとこありますからね。いや、ないっすよ。いや、ってこれで、どうすんの、なんすか、そのデッキ。いや、違うんすよ。端前？いや、これもう削れないんで、行くしかないんですよ。うわ、すげえ来る。端前しかしてないじゃないですか。いや、そんなことない。端前ラバーしか来てないっすよ。そんなことしてないっす。いや、ほんとにほんとに。たまたまちょっと相性悪いみたいなのないっすか。まぁ、ちょっと、まぁ、確かになぁ。それラバーに強いじゃないですか、それ。強い。これ結構強い。対空ちょっと多くないっすか。これが強いっす、これが強い。これが強い、これが、これがほんとに強い。え、待って、ちょっと待って、それ。先輩！ずるいずるいずるい、ちょっと、いや、なんもずるくない、なんもずるくない。いや、それはずるいっすよ。え、どこが、どこがずるいんすか。これは無理っすね、ちょっと。相性負け的な、あれ。まあまあまあ、いや、これは、本当にちょっと相性悪いっす。相性悪い。僕がちょっとあれっすね、ユーノとかの扱い方ちょっとミスってましたね。なるほど。え、なんか、ちょっとなんか、また変なことしてんじゃないですか。なんもしてない。なんか前なんだっけ、コラボ動画でなんかしてました。なんか、キヨキヨのことをなんか、ゴブリンちゃんって言うみたいな、なんか変なやつ。いや、なんもしてないっすよ。ほんとっすか。デッキ変えていいっすか、じゃあ僕も。いや、全然いいっすよ。どうしようかな。一回ちょっとね。はい。ちょっと、本調子出ずですけど。いや、だいぶっすよ。え、シバライトニングとかしてんすか。いや、でも見てください、だって。いいんすか、見て。してないっすよ。いや、マジで。ほんとに。いや、マジで。ただミスっただけです、ほんとに。いや、次勝ちますよ、次勝ちますよ、これ。何してんすか、マジで。じゃあ行きましょう、もう一戦。いや、だいぶ結構あれですけど。
なんかしてるっすよ。何もしてないです、本当に。なんかえ、ちょっと行きましょうよ。なんかしてるっす、マジで。なんかわかんないけど、爪だけみたいな。マジで何もしてない、本当に。爪だけみたいな。本当に何もしてない。はい、帰ってください。僕は皆さん勝ちたいんですよ。僕はもう勝ちたいんですよね。じゃあ、何でもいいですかね、一気は。はい、じゃあいきます。じゃあ、本気でいきます、本気でいきますよ、マジで。はい、ポン。僕もうスパーキーにまで勝ちに行きますから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんすか、なんすか。まあ、そのね、ハマってるね。いや、これはちょっとハマってますね。知ってますよ、それは。ただちょっと待ちの姿勢を見せていきたい、キヨキヨ選手。あー、出ましたね、これ。もうキヨキヨさんのお箱ですよ、これもう最近よくご存知で。新しいスパーキーですね。おー、なるほど。まあ、一旦ダクプリで受けといて。まあ、勝ちましたかねこれはなんすかそれ。タルババのあれですか、ヒーラーのエリゴレの。いやー、違いますね。違います、全然違いますね。まあ、ちょっとサイクルがあまりよろしくない感じがしてますが。いいっす、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 いいっす。はいはい、スパーキーですね。よし、うん、それあれじゃないですか、エリゴレじゃないですか、やっぱり。いや、違いますよ、マジで。見たことある感じが。残念ながら違います。ライドラのやつ読みの今マスケ。うわー、同時落ちですね。同時落ち。エレキがナイス。いや、来ましたね。ちょっとまずいぞ、これだけで。きついっすよね。あー、いいぞ。とはいえ、とはいえ、よしよしよし、いい、まあ、いい、もう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 いい。なるほど、これ新しいですかね、これ新カードを使ってるっていう。確かに。え、なんすか、今新カードと一緒にエレキウィズ出てくるドッキリなんぼドッキリじゃないですよ、なんぼドッキリじゃない。全然ドッキリじゃない、確かに。いや、マジでこれ僕の、はい、新デッキでただただキヨキヨさんをボックスっていうところになっちゃいますけど、本当に、まあ、僕も勝たないといけないんですよね。集中しましょうと思ってね、これ結構、はい、まあでもなんかいいように見せて、別に僕全然タワーダメージリード取ってるわけじゃないんでちょっと決勝集中します。はい、まあ、ですが、スパーキーに対しては僕もね、エレクトリフィザードと、それがちょっと嫌っすね。箱ね、箱がね、結構いい味を。箱嫌なんすよ。箱ちょっといいっすね。あ、いい、オッケー。でもこの箱が受けてくれるんですよ、この親衛隊が。いや、まずい、これまずい。待って、普通に負ける。待って、俺普通に負けるっけ。いや、そうなんですよ、これ。スケラ。いや、そうなんですよ、これ。だってただ僕が今やってますから。ちょっと一戦目本当に相性が悪くて、ちょっと待って、やばい、普通にやばい、普通にやばい、不調でしたけど。いや、ちょっとこれまずいな。いや、普通にまずい。これだけでね、あれ、まあ、勝ちましたかね。ちょっとまずいな。残り30秒ですから、ちょっとちゃんと形作りまみ申し上げる KP。 作りまみ申し、長いですね、すごい。作りまみ申し上げる KP ポーズ。よく2回目言えましたね、今ですが、これね、新カード決して強いとは思ってないんですけど、ちょっと防衛では優秀ですね。いや、待って、普通にめっちゃ強いな、マジか。いや、そうなんですよ。やばい、マジで何もできなかった。いや、よしよしよし、グッドゲームですね。まあまあまあ、ビオ3なんで。ビオ3ですね。ビオ3なんでね。いや、これはね、もらいましたね。え、いや、なんかやってるっすよね、なんか。やってないですよ、何もやってないです。僕のこう新しいデッキいろいろ試してるだけなんですよ。まあ、デッキ違いますね、確かに、さっきと。いや、もう全然違いますね。いや、えぇ、だって、どういうこと。だって最初のデッキだってデリバリー入ってないじゃないですか。じゃあ、まあまあ BO3 っすね。 BO3 さ、いや、まあ勝ちましたけどね、ここまで来ると。ちょっとこれでいこうかなと。あ、まあ見えてないか。よし、じゃあ僕も消えました。じゃあ私出しますね、ポン。はい、お願いします。いきます。何何、いや、本当に何、よろしく。何もしてないです。あ、申し訳ないですけど。本当っすか。本当っす。いや、なんかラットさんの威圧感がないんすよ、なんか。なんか、エリゴリか。なんすか、威圧感。威圧感、僕は大してないですけど、もともと。だから、シバライトニングしてるときって、はい、威圧感ないんすよ。じゃあ、今っすか。クルゾ感がないんすよ。今っすか、じゃあ。え、同じデッキ説あります。そんなことあります。やばい、このスパーキーちょっと高いな、位置が。偶然。いや、でも、ちょっと待ってください。僕もなんか知らないですけど、初手エリゴリとかやっちゃってるんですよね。気づけば初手エリゴリやっちゃってるんですよ。オッケーオッケー、よし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 。まあ、でも、耐えて。いやー、いいですね、これは。いや、ここは。このデッキ良くないですか。いやー、申し訳ないですね。やばい、待って待って待って。全然、やばい、待って、普通にやばい。
お疲れ様です。なんか僕言いましたね、ガチでこうただね自分の新しいデッキを試してるだけです。普通にまずい、普通にまずい普通に同じデッキで、いや同じデッキでラッツさんとやったら基本負けるっていう2回目はダメってやつですね。いや待って、やばい、キング来るじゃないですか。いやちょっともう、いや本気出しちゃうかな。ちょっと待って、まずい、俺何もできん。あれ俺マジで何もできん。あれやばい、何もできん、待ってよ。まあ本気出しちゃうとこうなりますね。はい、ありがとうございます。いや何もできんかったっすけど、たまたまっすよ、ほんとに負けたの。ハコちゃん関係なくない？え、ほんとに何もしてないですか？何もしてないです。もう今さっき普通に強かったっす、今。いや、はい、普通に負けましたけど、別にハコちゃん使ってないじゃないですか、だって3戦目いや、だから僕アンチっすもん、ハコの。あ、もうそっか、ハコアンチなんで。はい、というわけで、何？あ、どうも。いや、何もしてないっす。爪だけ？爪だけ？え？爪だけ？じゃあ皮膚、皮膚だけ。本日の企画、いやだからちょっと当てます、当てます、当てます、だから恒例の当てる時、当てたい系。足でやってた。いや何か足でやってましたよ実はこっちに iPad 置いてる、実はこっちでみたいな、こうみたいな。ないっすけどね。なんすか、しりとりでやる。違うか、別に会話は普通でしたもんね。いっちゃいますか答え。本日の企画、なになになに、ラットの中身、ラットの彼女ドッキリ。あ、気づきました、負けた、普通に負けてる。いや、あれっす。どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、待って、1戦目だけっすね。1戦目だけ僕の彼女がやりました。なんで、だってで、2回戦と3回戦は僕やりましたね。なんで、1回戦目は彼女に勝ちました、僕の彼女に勝ちました。1戦目は僕は彼女さんに勝った。はい、でも2回戦目からはもう変わって僕になってますね。1回戦目にはまあ勝ちましたね、彼女に。あ、待って、そういうことか。いや、分かんなかったですか。いや、これ YouTuber としてね、これそういうことかっていうのが一番ダメなリアクションなんですよ。あれ、いや、YouTuber 的にはいや、お前ふざけんなよみたいなリアクションじゃないですか。そういうことか。ガチで納得しちゃってよ。いろいろそういうことかっていうね。なるほどね。あの、今彼女さんと来てて、僕の家に。そう、隣の部屋にいるんですけど。いらっしゃるんですけど。そういうことか。そうですね、うまいこと。ありがとうございます。だからさっきの、はい、あっちの部屋に行ってる時間めっちゃ長かったんですよ、その時打ち合わせして。いや、言うて、いや、いや、僕が一人で最後知って、はい、共有してる時動画を。あ、はい、めちゃプライベートな話ですけど、共有してる時にめっちゃあっち行ってたじゃないですか。あ、ただ話してただけです。え、じゃあいつ打ち合わせしたんですか。え、もうなんか昨日ぐらいか。昨日か、ちょっと前に、はい、いいなってなって事前に考えてました。なるほどね、いや、ほんとね。じゃあなんか変なこと言っちゃったじゃないですか、なんか始まりますかとか。いや、ちょっとやめてくださいよ、やめてください。彼女ちょっと慣れてます。いや、じゃあごめんなさい、すいません。声は多分聞こえてると思うんでね。まあ、そういうわけでね、今日動画撮ったんですけど、キオラット動画、いや、めっちゃ撮ったっすよ。やばいっすね、めちゃくちゃ撮ったっすね。6本撮ったっすよ、だって6本っすね。なんでだって1本の動画だって17分ぐらい撮ったりしてますから。それ、あの、キョウキョウさんチャンネルでも、あ、そうですね、上がりますんで、ぜひキョウラット動画見てみてください。概要欄にキョウさんのチャンネルリンク貼っておきますので、そちらからぜひお願いしますよ。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。